こんにちは、モビロンです。よいしょ、やっと私の町は自粛要請が緩和されました。でもまだ県外に行っちゃダメですよっていうことなんで、近所で遊ぼうと思います。で、これですよ、スケートボード流行ってるんやね。僕の知ってるスケボーってこれまっすぐでしょ。まっすぐでこう上がってるだけだと思ったら、今両方ともこう上がってて真ん中くぼんでるもんなんですね。なんか変なのって感じです。で、まあいろんな種類があったんですけど、ドクロとかなんかあの葉っぱのやつとかあったんですけど、まあそういうのもなーと思って、無地でいいなーと思ってた。無地はなかったんですよ。でまあ他に何種類かあって、これはって言ったらまあ売り切れ、これも売り切れって言ったらめちゃめちゃ売れとるみたいですね今で。まあ在庫であったのが、まあ、これぐらいで、よくこうやってなんか赤いのがマークが書いてあるだけだから、まあこれでいいやと思って、もう俺作ってもらって帰ってきたんですよ。そしたら帰ってきてもう全部バラして、ベアリングとかもどうなってんのかなと思ってバラしてやったんですけど、これ見てたら、ああメーカー書いてあるわと思って、なるほど、エビセンっていうのかな、というところ、ああなるほどね、何なんかなんかこのここのメーカーとか書いてあって、ええー、と思って、ああこうなのねって思って、明るいところでよく見たら、これってブーンっていうやつですよね。あの一家に一台あるやつですよね。ね、電マですよね、電マ。これ買うとき言ってよね、子供が買ったらえらいことじゃんね。いや帰ってきて嫁論は失笑してましたよ。これ何これって言ってましたね笑っちゃいました。ということでこれをやります。あ、ちなみに生涯でスケボーを触ったのは中学校ぐらいの時かな、に30分ぐらい、まあやったことはないです、当然のこと。ちょっと遊びます。
何これ、え、俺のスケボーそんな動きするの。鎖骨が痛い、はあ、まあ初日はこんなとこで終わります。くスケボーめっちゃ速い動きするね、ビビる。ではまた。